はじめまして。今日は新しい言葉です。ピエネリエンティマパイピー第12課の言葉です。OK ね。まず上の方です。スー、スー、これね。スー、スー。難しいかな。スー、スーはね、聞きますという意味ですね。例えば、まあ、これは動詞ですね。で、これがクルー。クルーは先生。先生に聞きます。スー、クルー、スー、クルー。先生に聞きますという意味です。OK、あとは、ボン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 。ちょっとね、発音と私書いてた方か、カタカナが違うので、発音を聞きながら直してくださいね。ボン、ボン、ボン、ボンです。探します。サワスがサワします。モンワル、こんな感じで。サワします。サワス。モンワル、動詞ですね。はい。OK、あとは、ティエン。ティは、引きます。引く。引きます。ドを引きます。OK、ティエンはね、ティエン。ティエン。ティはね、引きます。砂渡りを引く。OK、あとはこれが、アップ。プロ、変えますという意味ですね。変える。チェーン。プロはチェーン。プロ、ルイ。ルイはお金。プロ、ルイ。お金を変えます。Okay、あとは、これは、パッ。パッ。パッが、スティーブ。これは、触りますという意味です。触る。触るか、触ります。バッカーしているかね、2つ同じ意味です。Okay、これはチェンは出ます。出ますという意味です。学校に出ます。チェンピサーラ。動詞ですね。チェンピサーラ。学校に出ます。が、チェンルイア。ルイアは お祭り。ああ、お釣りです。みなさん、お釣り。お釣りね、お尻じゃなくて、お釣りね。ルイチェン、ルイアッチェン、ルイアッ。お釣りを入れますという意味です。これはルイキップ。これね、よく使います。ルイキップはチップ。心つけ。ルイティップ。これは発音が大きいです。ルイティップ。ティップ。心つけ。チップ。あとが、これが、コンラウ。これはもう動詞です。コンラウ。これはね、おごぎます。という意味です。じゃあ一緒に発音を練習しましょう。スー、クルー。ボンバー。tiền đô bát steep sao vậy này tốt xử đấy steep chen lối up chen lối up lối thích cầm ra hãy khai sáng đây và ta xin được cả ngày mai show bye bye